久保さん。ちょっとこれ、レイジやばいっすね。お互いに、ひ、ひ、あの、火の出し合いじゃないですか。<laughs> ちょっとね、やばいっすね。僕もあの、昨日誕生日迎え、昨日からのももう、ブーストですね。動画の公開量がまあまあ、結構ぶち抜いてますね。昨日からは。<laughs> まあ、ずっとなんかカメラの前で座って、ずっとなんかやってるみたいな感じなんですけど。 ま、今回は、あのー、なんだろうな。あ、そうそうそう。直近で久保さんドリームアカデミアなんか入会するっていうきましたね。<laughs> これ4本ぐらい今リレーしてたんですけど <laughs> <う>。だからなんかね、あーのー、まあ、内側から出るっていうのも大事なんですけど、これで行きましょう、今回。やっぱ、あの死ぬまで負けず嫌いっていう。 こう死ぬまで負けず嫌いって結構良くないですか死ぬまで負けず嫌いっていう。死ぬまで。死ぬまで負けず嫌い。あ、これいいんじゃないのかな死ぬまで負けず嫌いって思う、なんか良くないですか,か久保さんも負けず嫌いなんですよね。ク <laughs> ソみたいなね。<laughs> こ,こいつに、ね、こんな若造に負けるかみたいなね。 だから逆に、まあ、前、久保さんにそういうふうに言っていただきましたけど、逆に僕からすると、10年もう年取ってるのによく僕のスピードについてくるなと思うし、久保さんから見ると、このクソ若造に負けてたまるかみたいな <laughs>、このやり合い、木の打ち合い。で、あの、ビジネスって僕思うんですけど、その、勝つか負けるかなんですよ。久保さん FX やってますけど、FX も勝つか負けるか、相場から撤退する人か、相場で勝ち抜く人か、これ2曲しかないんですよね。 で、今年僕、高橋がなりさんっていうソフトモンデマンドを創業して年賞100億い、えー、ったサシではお話し,しましたけども、そのがなりさんの、あの、なんか YouTube でなんか言ってたんですけど、ビジネス戦争やぞと。勝つか負けるかだと。だからそれが、その気持ちないんだったらビジネスできないよみたいな。で、その話をしている動画のコメント欄に、がなりその通りだと。ビジネスは戦争だみたいな。 だから結構その、なんだろうな。負けず嫌いじゃないと、ビジネスって結構難しいのかなって。だって負けたらか、だから、例えば飲食店やるじゃないですか。じゃあ居酒屋でもいいです。じゃあライバル店出てきますよね。じゃあそこに勝っていかないといけないので、負けたら倒産ですよね。ライバル店に全部お客さん持ってかれて、で、自分のお店に一人も来なかったら負けますよね。負けるイコール倒産ですよね。 だビジネスって戦争で勝つか負けるかしかないのでじゃあ,あ勝つか負けるかで一番大事なの,の,のが負けたくないっていうこのこのまあちょっとレジに合わせる0ジにかませるんだったら負けたくないという内側から出るものですね内側から出る負けたくない久保哲郎には負けないぞっていうこの負けず嫌いっていう内側から出るものって大,大事かなと思いますけどね うんもう僕も負けないですよ。<laughs> このレイジやばいな。<laughs> まあちょっと久保さんあの、あの、そのうち、まあまあ多分当,もう当分やるかな。当分ちょっと一般公開でやりますけど、またちょっと販売プロモーションするときちょっとまた限定でいきますんで。<laughs> ちょっとね、今度はあの、マフィア D ってやつ僕売るんで、それはちょっと、あそれだけにしたいですね。 うん、また、あ、音声対談もちょっと撮ってるんで、それように。まあ、でもね、負けず嫌いですね、久保さんも。<laughs> 久保さん、今日何やってんのかなって、僕はもうひたすらもう、もうね、なんかあの、<laughs> あのここ座って、まあ、久保さん以外の動画もめっちゃ撮ってるんで、今、やりとり、いろんな人の来て。ただ、もうだから、なんか、めっちゃサラリーマン的な感じで、デスクワークしてる感じですね、今日。 今日完全デスクワーク日和って感じですね <laughs>。休憩トイレとタバコみたいな <laughs>。で、お客さんからのメッセージ来て動画撮って、久保さんから来てまた撮ってみたいな <laughs>。や負けず嫌いですね。そう。だからさっきやりとりしてドリアカ入るって今来てるんですけど、あの、0倍返しを地で行っている。 なんかあの、半沢直樹さんがね、最後1000倍返しだっつってね、言いましたけど、この億万長者合宿のやりとり、もう普通に1000倍返し、普通にしてますから、もう2000倍ですね。久保さんもう2000倍返しですね。<laughs> 2000回 <laughs>。多分ね、口で言うのは簡単だと思うんですけど、そういう字でいくって結構まあまあじゃないかなと思いますね。だから本当にこの億万長者合宿シリーズだけでも、まあ、1万本はいくかなと思いますけどね、このやりとりが。 普通に。負けず嫌いですから。だから本当にお互い死ぬまでやると思います。これは。これはね、久保さんも負けず嫌いですから、久保さんなんかあの昔ね、あの、名古屋だったかな。なんか、引っ転んで骨折かなんかして、打撲かなんかして、だ、脱球か。で、脱球して、吉田さんみたいな脱 <laughs> 球しましたねんっていう動画送ってきましたからね。負けず嫌いですね。<laughs> まあ僕もしますけどね、多分。普通に。 僕も全然します。喋れるんだったらもう動画、それネタにしてもう、ネタにしてもはやその病院からもう30本くらい撮ったろうかなみたいな。ね、教会いられるじゃないですか。ね。こんな痛い思いしてギブス巻いてるけどこいつ動画撮ってると、こいつは何者だみたいなね。もはやチャンスですよね。だからね、やっぱ負けず嫌い、家から出る負けず嫌いって超ビジネスで、ビジネスをやっていくんだったらですよ。ビジネスやってお金稼いでいくんだったら、本当戦いなんで、 みんなライバルですから、そこに勝っていかないといけないんで、その、勝つ方法より、これちょっと最後まとめますけど、どうやって勝つか、必勝法を探すより、一番大事なのは負けず嫌いだと思います。負けたくないっていう。でも多くの人って必勝法を探してるんですよ。嫌じゃなくて、負けず嫌いっていう、負けたくないっていう、この土台ベースがめちゃ大事だと思いますね。うん。そう必勝法を探してる人は、 うーん多分、無理ですね。無理じゃないかもしれないですけど、負けず嫌いな人には勝てないですね。だって、必勝法が見つからなかったらもう終わりじゃないですか。どうすか <laughs> でも負けず嫌いの人って、必勝法が見つかろうが見つからないが、負けず嫌いな、負けたくないんでやるんですよ。だから絶対勝てるっていう、<laughs> 負けたくないんで。 負けたくないから負けないまでずっとやるみたいなね。でも必勝法探してる人って必勝法なかったらあ、必勝、あ、必勝勝てないんだ。終了みたいな。やっぱ無理なんだ。終了。ですよね。でも負けず嫌いは負けたくないんで、それでもやりますよ。うん。だからこれ結構0時のあれでいいんじゃないか。死ぬまで負けず嫌いっていいと思いますね。はい。いってらっしゃい。